おはようございます。今日は移動日なので次のホテルに向かって出発したいと思います。では、行ってきます。なんだろう、ハトじゃなかった。上野公園です。通りがかったので、なんかすごいね、景色がいい感じだったので寄ってみました。中間地点、ホテルまでももうすぐなのでね、このまま移動でホテルまで行っちゃいたいと思います。サンドイッチのドリンクセットで、お部屋到着しました。じゃーんじゃーん、おー広い、ベッド広い、ふかふか、わお、空気清浄機、これはポイント高しですね。宅配で送っていた荷物がちょうど届いてます。あ、この辺はなんだ、コーヒーとかお茶、セントあり、あ、ランもありますね。ここが出ないですね。お風呂とおトイレ、洗面台、めっちゃ綺麗。アメニティも揃っていまして、ドライヤー、これとは別に女性用の化粧水とかのアメニティはフロント横でいただきました。で、連泊の場合はなんかこういうシートでお知らせするっていうことで、不要です、部屋を掃除してください、12時から10時、ちょっと遅めに来てくださいみたいなのもあるんだ。これが、なんか見るやつ、これ。本当だ、似てる。今日は撮影に来てます。ゆかりちゃんもいるよ。パオライス。ホテルの前にラクーアって商業施設があって、食べ物屋さんがいっぱいあるし、あの水道橋はね、結構そういうね、オフィス街っていうのもあって、飲食店が多いので助かります。まあね、外食ばっかりにしてると野菜不足になりそうなので、コンビニのチョレギサラダをプラスしました。はい、今日は宿泊のね、途中で、清掃に入ってもらっているので、その間ね、外で作業しようと思って、今日はね、天気がいいのでテラス席で作業したいと思います。で、なんかね、パソコンをね、シスト6の公式のエコバッグ、めっちゃね、でっかくて丈夫で気に入って結構使ってるんですけど、これだとね、ちょっと薄いので、中にパソコンをね、そのまま入れていいかちょっと悩んだんですが、じゃーん、洗濯ネットがちょうどパソコンにぴったりサイズだったので、とね、ないよりはいいかなっていう感じで入れてみました。美味しそう。野菜が不足していたので、ちょっとヘルシーな感じです。